私事ですが、この度は箸の持ち方が汚く、視聴者の皆様を不快にさせてしまい、申し訳ございませんでした。そこまでしなくていいと思うよ。うん。いや、まあ。いや。とりあえず挨拶しましょう。はい、しましょう。こんばんは、元男の子の青木かのんと、蛍です。そこまで思い詰めてたの?まあ、いろいろ考えてた。いやいや、ちょっと待って、ちょっとテンションがやばい。ここだけなんか違う。したら、私の方から一旦状況説明をさせていただきます。はい。っていうのも、わたるくんって私のチャンネルに出始めてから約1年間ぐらいなんですけども、うん、その間に、その食事する系の動画とか出してて、で、まあ、わたるくんの箸の持ち方がちょっと違ってたから、まあ、コメントとかで、まあ、ちょこちょこ視聴者さんからアドバイスで、箸の持ち方わたるくん直した方がいいよっていうのをいただいてたんですけども、うん、今まで、そのわたるくんがそのコメントを見るってことがあんまりなくて、うん、ただプライベートで私言ってたよね、ちょこちょこ。あ、まあ、ちょこちょこね。あれ優越級したのみたいな感じで、ちょっと遠回しにこう、箸の持ち方、はい、あれじゃないみたいな、言ってたんですけども、はい、ちょっとこの前の動画で、うん、ついにですね、わだるくんがその、コメントでも言われてるっていうことに気づきまして、まあ、ここまで来たらやっぱり直した方がいいよね。っていうことで、ちょっと私からもですね、まあ、今まではちょこちょこ、こう、ジャブ打ってたんですよ。直したらいいんじゃないの直したらいいんじゃないのって、うん。ただ、そろそろ、まあ、コメントでも目立ち始めてるから、うん、こう、動画に出る側の人間として、ちょっと見栄え良くなった方がいいんかなっていうことで、私からはちょっと長文のね、まあ、いつもよりは文章長かった。そう。送って LINE を。したら、わたるくんが急に視聴者さんに謝りたいっていうことを言い出し始めて、うん、今日に至ります。あのね、ただ謝りたいっていうとちょっと薄いから、理由として、はいはいはい、食べ物一緒に今後食べていく動画とかもたくさんあると思うんですけど、はい、その中で箸の持ち方一つが悪いと、そこに一旦視聴者さんに目いっちゃうんですよ。ってなると何が起こるかっていうと、気持ちがこう不快になったりとか、あと本来こっちを見てほしいけど箸の持ち方がちょっと気になって、ちょっと目は視線をこっちにしてしまうとか、今後のその動画にいろいろ影響が出るなと思ったので、一旦ここで改善しようと思って、まあ、謝罪の。あれすごいな。この動画ってこんな真面目なテンストで撮る感じ。比較的気持ち入れてきたから。本当に、うん、あ、でもね、私もその気持ちわかるの、うん。っていうのも、3年前まではやっぱり私も箸の持ち方が今ほどちゃんとしてなかったんですよ。その当時も私視聴者さんに気づかされたの。うん、のんちゃん、箸の持ち方あれだよって言って。で、最初は、あ、もうなんかもういいじゃんみたいな。これでずっと今まで20何年間食べてきたんだから、ほっといてよっていうスタンスだったんだけども、うん、あるコメントに気づかされたの。それが、うん、なんかちゃんとした場所でご飯食べるときに自分だけもし間違ったら恥ずかしくないっていうので、うん、ってなって。そっから私約1ヶ月直したっていう過去があるから、まあ、わたるくんも多分同じ感じに思ったんじゃないかなっていう、うん、でこの話をしたのが多分1週間前ぐらいだよね。1週間前ぐらいだよね、うん、どうですか、箸の持ち方練習しました？もう実はめちゃくちゃ練習しまして。マジで？少しはこう改善できたんじゃないかなっていうのが、まあ、気持ち的にあります。はい、ちなみに、はい、どんな感じで練習したんですか？いや、まあ本当に普段の食事のところからしっかりこう意識して練習したのと、あと YouTube 見ながら、あ、はい、下の箸動かさないんだ、上の箸だけなんだとか、神経も張り巡らせて毎日食事してたからもう慣れてます今。ちなみに、はい、今どういった意気込みでしょうか？はい、あのこの後何かやるんですか？意気込みってやる前の話だね。あ、今日はですね、はい、渡るくんに愛の熱湯を燃やし皿移しチャレンジをしていただきます。もうルール説明します、はい、今からですね、お湯を沸騰させてここに熱々の熱湯を入れます、はい、でそこにもやしをですね、うん、入れまして、で私はここでこう手を置きます、はい、渡るくんは熱々になったこのもやしを私のお皿に、うん、入れてください。なるほど。で、そこで私への愛が試されるんですよ。愛が？え？どういうこと？私のことを本当に愛してるなら。いや、愛してますよ。いや、あの、愛してるなら、大好きなかのんちゃんに熱湯を垂らさずに、さらにもやしを持ってあげるよっていう、彼氏の愛が働くわけです。試されるわけね。そうです。あなたの一週間で私への愛情が試されます。じゃ、準備始めます。はい。本当に熱々なのか視聴者さんにわからないからさ、うん、ちゃんと
沸騰させるところをお見せしましょう。おー、気持ち入ってるね。いや、私は信じてるから。ああ、まあね、僕もあのちゃんとやってきたんで大丈夫です。ちなみに前の握り方はどんな感じだったの？前多分こうだったかな。ちょっとクロス橋みたいな感じ。これでこういう風に取ってました。で、青木かのんこう、多分これが正しいのかな。ちょっとね、私もわからないんだけども、でもこういう持ち方にしてから視聴者さんに言われることなくなった。で、わたるくんどうでしょう？緊張してできなくて今はえ、上手じゃない？こうですね。ちょっとこれだとやりづらいんだけど、合ってるんじゃない？上の端しか動かさない。そう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 。これをもう本当にね、ずっとこうやってやってた。昔ね、青木はこういう持ち方してました。クロス橋。多分渡るより結構クロスしてるかも、昔の。うん。見て、高速。すごいじゃん。すごくない？1週間でここまで出すってさ、相当私のこと愛してるんじゃないですか。うん、それは愛してますよ。そういうテンションじゃないんですよ。もうちょっと。ちょっともうだんだん熱くなってきてますよ。怖い。気をつけてね。多分でカチャンってなるんだよね、沸騰したら、うん。ここまでこんな短期間で直そうと思った理由って他に何かあったりする？いや、もう指摘されたことが真っ当だなってすごい思った。今いい音聞こえたね。じゃあ、入れますよ。はい、お願いします。うわぁ。あ、やばい。やばいやばい。熱っ、熱っ、熱っ、熱気が。一旦こう。これやばいかもしれない、本当に。やばいよ。ちょっと、ちょっと。早めにやった方がいいよね、多分熱いうちに。100度だから今。ということで、早速、わざるくんの愛情もやしチャレンジ、スタートです。一週間の成果を見せてください。はい、見せます。したら、わざるくん、もやし食べたいから、ここに移して。任せろ。なんなの最近なんか。いや、もうやめろ、気持ち悪いなっていうテンションじゃないのね。あ、マジで怖い。本当に怖い。はい。じゃあ一本目いきます。え、マジ本当にここ皮膚一番薄いところだから。一本だよね。一本一本ですよ。怖い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 。早く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 。怖いよ。あ、やばいやばい。いや、怖い怖い。ちょっと待って、ちょっと。二本ぐらいいけるよ。はい。目的がずれてきた。ちょっと待って、ちょっと待って。あの、一本ずつでお願いします。なるほど。一本。まあ、リアル一本、リアル一本。あのね。え、待って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 、ほんと待って。どうですか？まだダメですか？いや、うまいうまいうまい。うまいですか？うまい。なんかいつもより力入っちゃうな。ほんと？うん、力入っちゃう。滑っちゃった。あっつ。小指が痙攣した。ちょっとこれ火傷するって。あっつすげえ楽しい。ちょっとでも耐えるよ、あたるくんのために練習。え、ちょっと待って、これは違う、これは違う。3本いける。よし、でも上手くなってきた、上手くなってきたね、上手くなってきた、テンポ良くなってきた。うん、あ、でもいいね、いいね、いいね。あ、でも上手だよ、上手上手。あ、でもすごいじゃん。うんうん。あ、どうですか？すごい、わざるくんすごいでしょ。見直した、うん、いや、ここまで上達すると思わなかった、うん、ただ、うん、この複数撮りは結構簡単だと思うんだよ。こう、逆に一本ね。そう、一本の方がこう、うん、確かに。そう、こうやってほら、こうしと、で、これもこうやってこうやって、豆の持ち方とかあるでしょ、うん、箸の持ち方練習で。だからそんな感じで、水滴も垂らさずにちゃんとこういう移し替えるっていう、振動で水滴が落ちないようにする。そして一本を取るっていうことは箸の精度を高めるっていう、この二つの練習が組み込まれてるんですよ、今回の。なるほど、深いですね、先生。そうですよ。じゃあ引き続きいきますね。はい。あっちょ、あっちょ、戻さなくていいよ。な、はい、どうぞ。ねえ、これ取りづらいね、ほんと燃やしてね。あっちょ、あっちょ、あっちょ、嘘、飛んじゃった今。ちょっと、はい、なんで振るの？え、なんで振るの？今のはなんでピュッて水滴飛んだかっていうと、多分これをグリッてなったんだよ。ああ、そうだね。グリッてなっちゃダメ。こう持ちます。はい。
で、揺らさずに、こうです。はい、先生。ちょっと勘弁してくださいよ、ちょっと。見て、ここ。真っ赤。私、爪でこう、ずっとこうやって、もう注射の要領でやってるからね。予防接種でこうやるでしょ？やるやる。爪出せちゃってるから。確かスーツで可動域狭まるからね、この腕の肘もね。難しいっちゃ難しい。いいトレーニングになってます、うん、これは、実は。うん。力がね、最後及ばなかったです。熱っ。ちょっと待ってちょっと待ってねえ、こぼしに行ってないから。さっき散々愛してるよって真顔トーンで言ったのあれ何だったんですか？え、いや、ちゃんと結果出すから。信じて。人と人はね、信頼し合うことが大事だから。じゃないとこっちも力発揮できないからさ。じゃあそろそろ渡るくん頼むよ。あ、でもなんか上手くなってきたね。うん、ほらね。おお、うまい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 。ずっ、ずれんのかなこれ。大丈夫？え、今なんか指さしてた。刺してない刺してない。え、刺してない刺してでしょ。刺してないよ、渡るくん信じてるもん。いや、親しき中にも礼儀ありですから、ね、あー、まあね、ごめんね、うん、いいトレーニングだ、本当にこれは。じゃあ、あと3回やりましょう。はい、したら最後、3回。オッケー。ちゃんと綺麗に締めてください。1週間の成果ですよ。はい、ポンポンってもうリズム感よくいってください。はい。あっつ、あっつ、あっつ、あっつ。はいはい。あっつ、あっつ、痛い、あっつ痛い、あっつ痛い、あっつ痛い。やかん。あ、鍋。ねえ、ラスト。ちょっと勘弁してください、もう。もう顔冷や汗やばいよ、今日。俺、痛って真剣だよ。ラスト。熱っ！ちょっと、あたるくん。はい。どうしたんですか？いや、とりあえず、はい。焼肉のタレね。はい。うわ、うまそう。美味しいでしょ？うん。美味しいでしょ？もう、頭が、おかしくなってる。美味しそうでしょ？うん。ちょっと勘弁してくださいよ。最後なんすか、あれ。え？とりあえず、いただきましょう、しましょうか。いただきます。いただきます。で、ちゃんとね、食べ物を染まってにできないからね。いや、これは絶対美味しい。絶対美味しいね。うん、でも本当に見直ししました。うん、でしょ？どの目線で言ってるんだって感じだけど、すごいわ。一週間直すのすごい。あ、うまっ。うん。うまい。美味しい。頑張った後のもやしうまい。お、ちょっと親指が。あ、やべ。親指が。こうですよ、こうですよ。そう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 です。でも、一週間すごい。本当に私でも1ヶ月かかったから。まあ、最初は超ガチガチに完璧にやんなくていいんじゃない？うん。まあ、視聴者さん、これから、わたるくんの箸の持ち方見ててください。成長し、見せます。ちょこちょこ多分、上手くなっていくと思うんで。でもさ、そういうさ、YouTube に出るきっかけなかったら多分、もしかしたら箸さ、直そうっていう。うん。なんかなんなかったんじゃない？なんなかったかもしれない。そうだよね。プライベートでさ、うん、しかも大人になってから、こう、箸の持ち方みたいなことで言う人って多分、親以外あんまりいないじゃん。うん。だからこそ多分 YouTube ってリアルな視聴者さんからの声が聞こえるっていうのは、うん、いい機会だなって私は思う、うん、だからそういう声はしっかり聞けるところは聞いた方がいいのかなっていう。確かに。うん。っていう、私も3年前視聴者さんにこうご指摘いただいてから、あー、直さないとなっていう風になれたんでよかったね。っていう感じですね。今回はわたるくんの箸の持ち方でした。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと、私のインスタグラムと LINE 公式アカウント、そしてわたるくんのブログも画面の下からお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。箸で扱ったからね、ほんとに。はい。